さ、9日ですか。お、今日は特権ですか。特権も持ってたね。なんだったら配信もできるよ。上位のバズり動画、クリアと、あ、クリアだけ？もう一つの、エドガーのは、ぼちぼちの伸び率だね。ファングアップスイートハート。何そのゲーム。とりあえず、買ってこないといけないか。どっちにしろ。で、四つ目はゲットできない。で、インスタライフは、ファングアップスイートハートが発売されたと。カッチャンもね、仲良くなっていかないと。というか、依頼をね、全然クリアできてないな。とりあえず、ここで写真を撮って、帰って、後ろに飾って配信だね。ファングスイートハート、投稿。お、金曜か。土曜の午後7時から11時の間に、視聴者の広場まで会いに行け。まあ、後で会いに行きましょうか。金曜か。あのさ、チョコレートとカスタードのタルトを食べて、あ、そういえば前も言ってたね。特権は持ってるし、プラットフォーマーも持ってる。特権？真ん中の。あ、これか。あれ持ってるの？ファングアップスイートハート。じゃあ、帰ってやるか。アーク的なものかな。ついでにこの持ってるかい？並べ替えて。あ、特権はここにあるんだ。プラットフォーマー、ウルトラ。まあ、ここにはないもんね。ディア・オブ・ウォーがなんか2つもある。あ、版があるね、あるね。じゃあ、まあ、とりあえず特権を後ろに並べておかないと。これはもう、置いといてもいいでしょう。で、家具を追加、バックから。まあでも、プラットフォーマーは人気なんだ。ルーカスマンションが人気なくなっただけか？どれどれ、スーパーストライクブラザーズ。真ん中のが人気ないのか。拾い上げて、H で家具を追加、バック。プラットフォーマー。よし。とりあえず、配信は夜の方が人気が出るもんね。で、一応お仕事もね、ゲットしておかないと。特権の配信ですよね。で、綿飴をね、大量に買っておかないと。何個買っておけばいいかな。いやいや、博士。悪いな。君の姿が見えなかったんだよ。見えなかったの。どういうことだろう。あ、というか、家に、あれ置いたまんまだったな。綿菓子を、もう5つ買っておくか。あの少女にね、毎日渡す。っていうことやっていきましょう。嫌がらせっぽく。あ、博士なんだい？あのな、そろそろ、プロジェクトを世界に発信する時期だと思ってるんだ。このことを公表すれば、女性視聴がわしの免じてこう、みんなこう、YouTube シティで普通の生活を送れるようなチャンスを与えてくれるかもしれんぞ。おう、インタビュー動画？インタビュー動画でも撮るの？お、エドガーのバズり動画もクリアだね。ついでに、なんか面白い機種はある。グレースはね、好みとか、
聞けないのかな。投稿して。視聴者ね。そういえば、なんだっけ。なんかずっと前に火曜日のいつかに来てっていう話なかったっけ。気のせいか。話す。ギャラクシーディスコに行くことだよと。なるほどね。チューブトロン、あ、持ってるんだ。持つ。これを置く。おお、二つ目だね。動画撮、あ、動画撮影なんだ。インタビュー、アミー&ゴー。インタビューか？もう一人いないけど。お、キネマティックいいね。そしたらスパム送りましょう。お、いいね。すごいすごい。まだインタビューレベル1だったんだ。これ、バーはちょっとしか上がらないわ。博士、これでいい？何を見てるんだ？ぼーっとしてるんじゃないよと。あ、博士、なんか分裂した？まあ、ジャンニのお店にはね、当分行かないかな。ということで、また地下に行ってね、少女にアイテムをプレゼントしていきましょう。やあやあや。ポルターガイスト、ブルーだ。ずっと寝てるね、来てくれてありがとう。時々すごく寂しくなるの。おう。で、ああ、でも、一週間に何個っても、あ、決まってるのかな？はい。プレゼントですよ。私の霧の一つだわ。ありがとう。まあ、そうだよね。さあ、もうそろそろ配信してもいいのかな？地下はね、音がない。さあ、ということで、ちょっといらないものを片付けて、これ食べ物なんかな？特別な力を持つ真珠って書いてあるけど。並び替えて、これも置いといて。で、今日も水をやっていこう。何回も水あげたらあかんのかな？君がこれ以上水をやり続けたらいかにかわいそうな。植物は水の中に死んじゃうよと。なるほどね。さ、博士のね、依頼を、まず自動にかけちゃおうか。インタビュー動画を編集。特権があって、お仕事なんだっけ今日は。特権の配信者が流してるファング、あ、ファングアップツイートのライブ配信をやればいいんだ。ご飯をね、食べたいんだけど。あ、クラーケンのナゲットは体に悪いかな。やっぱりこれだね。豆入りご飯に限るという。いらんもんはね、これ入れておこうか。これそんな金額するのか。で、H で家具を追加、バッグから、まず盆栽をここに置いとくか。盆栽コーナーだね。あ、レイヤーを変更？あ、レイヤーを変更ってそういうことか。ああ、なるほど。ベッドを変えられるんじゃないの？
スタイルを変更する。ああ、やっぱりある。まあ金にしようか。でブランケットも、おお、スーパー、まあモンスターのベッド室なんか眠れるんかっていう疑問は湧くけどね。でもう一つ、家具をバッグから追加して、これは上に置くか。こうしとけばどんどんお金が高くなってくるってね、不思議なことで。で、で、ストリーミングを始めて、どれだ？これだ、ファングアップスイート。ゲーム実況で、後ろのやつは反応してる？あ、ん？特権が含まれてたらいいんだよね、確か。よし、体力も残っとる。動画を保存して、お、ゲーム実況レベル3になったんだ。どうしようか。自動編集でお任せしよっかな。ね、何でもお任せ。体力はね、十分に残しておきたいんで。ということで、今日の、あとはアダムのバズり動画だね。ファングアップなんと。ドクターミー&ゴーの秘密の研究所のインタビューね。また、もうちょっとでクリアできるかな。もうちょっとか。ちょっとババベイの宝箱、宝箱というか、その箱はどこにあるんだろう。アルバムボックスっていう感じかな。隅々まで探せばわかるのかな。排水溝の近く？ピンク色って言ってたもんね。あれ？アロン？なんだ彼は。どうやって話しかけるんだか。ん？あろう。何が起きようとしてんだ。この道路のところにあるかなと思ってるんだけどね。マヤとかのワンちゃんにお願いできないかと心配です。警備員さんなんか知らない？話す。おはようございますだけ。あ、降りちゃった。どこにあるんだろうね、そこの箱が。自分では想像できないものなのかな。ちょっと裏で探しておくかな、今度。ということで、多分動画が完成してるだろうから、まだしてないか。とりあえずドクターアミー&ゴーの動画を投稿しようか。動画を編集する。大丈夫そうだね。で、これ編集で、ああ、また倒れた。いやー、なかなかうまくいかないね。とりあえず、お家のね、価格は。いやー、まだまだか。次は何を
あげたらいいんだ。じゃあ続ける。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。